この動画は、以下の内容を含みます。これが嫌な方はブラウザバックを推奨します。何今の？それに、違う。エメが状況を理解できず混乱していると、さらに奇妙なことが起こった。何これ？生き物なの？エメ、下がって。そいつはすごく危ない。突然の出来事に臨戦態勢を取る三人だったが、相手は意外な行動を取った。逃げた？そうみたいですね。はぁ、まだ心臓がバクバクする。今の、何だったんですか？今のは無形の落とし子だよ。でも、なんでこんなところに。とりあえずエメ、傷の手当て。あ、すみません。でも、ティッシュで大丈夫ですよ。ちょっと切っただけですし。それにしても、まさか液体になりすまして無形の落とし子がいるなんて。おそらく研究対象として瓶に入れられてたんだろうね。エメちゃん、気をつけて。はい。よし、全員揃ったな。うん、何か収穫はあった？とんでもないものを見つけましたよ。とんでもないもの？どうやらヘビ人間たち、無形の落とし子を生物に寄生させて生物兵器を作ろうとしてるみたいですよ。だから無形の落とし子が。なるほど、そっちの探してた場所に寄生させる無形の落とし子が保管されてたんですね。となると、実際の実験をしてるのは、この奥の部屋。でも、あの扉見た感じ鍵がかかってるみたいですけど、鍵は見つけたんですか？そんなもん必要ナッシングですよ。それってどういう？そうですね。必要なかったみたいです。あ、考えるのを放棄したな。なんだ貴様ら、どこから侵入した？駒稽古隊員ですよ。さっさとお縄についてもらいましょうか。くそ、巫女の奴ら、よりにもよっては惑星保護機構の保護対象をさらおうとしやがったな。邪魔されてたまるか。まだ試作段階だが、セミハラは変えられん。貴様らでこいつらの性能を確かめさせてもらうぞ。ひどい。形は保ってるけど、すでに精神が壊れてる。鉄格子の奥から現れたのは、無形の落とし子を寄生させられた人と犬だった。しかし、人の方はどうかに体が耐えられなかったのだろう。すでに精神崩壊状態であった。僕もいろんなことに巻き込まれてきたが、今回は心の底から胸クソ悪い。次の瞬間、危険体2体がこちらに襲いかかってきた。無形の落とし子相手に私の攻撃が効くとは思えない。なら、おとりになって他の人が戦いやすいよう時間稼ぎをするしかないわね。今度は、こっちか。その時、予想外のことが起こった。はぁ、はぁ、私の腕が、後ろに下がっていればいいのに、世話の焼ける人ですね。ハスタ君、お願いしますよ。この人は私が食い止めますから。うん。エメちゃん落ち着いて、止血するからじっとしててね。最初は単調な動きだったから、完全に油断した。ああ、まずい。意識が。反応がなくなった。いや、気絶しただけだね。とりあえず最低限の手当てはできた。でも、早くちゃんとした治療を受けさせてあげないと。クーコちゃん、ニャルコちゃん。ちょうどこっちも片付きましたよ。さあ、こいつどうしてやりましょうかね。お願いだから命だけは。その人の連行よりも先にエメちゃんを病院に。正直僕も手当てに自信なんてないからお医者さんに見てもらわないと。それもそうですね。エメは僕が背負うよ。いえ、大丈夫です。エメ、もう起きて大丈夫なのか？いえ、腕の感覚はないし、血が抜けてめまいもすごい。でも、そのおかげでなんとか意識は保てますから。一度でも転んだら抱えて運ぶ。それでいいですね。はい、急いでここを出ましょう。まずい。
だんだん感覚が戻ってきて、腕の痛みが。えめ、私に捕まって。はぁ、あ、はぁ、あ、すみません。お願いします。えめ危ない。えぇ、はや、何これ？まだ残党が排気口にいたんだ。早く引き離さなきゃ。本当に手のかかる人ですね。これ無形の落とし子？でも液体だから引き離せない。それに息も。この吸引力の変わらないサイクロンで苦しくない。何でもいい。それに、さっきから腕に違和感が。すると、顔を覆っていた無形の落とし子が落ち、突然視界が開けた。腕の痛みが、ない。最初に視界に入ったのは、灰色に変色した失ったはずの手だった。自体が飲み込めないでいると、手の変色が消え、違和感のない肌の色に変わった。これ、寄生されて。瞬間、実験体の末路が頭をよぎり、エメは真宙たちから距離を取った。無形の落とし子が、体に入っちまった。どうしよう。何か追い出す方法ってあったっけ？私の知り得る限りでは、ないですね。そもそも無形の落とし子を寄生させること自体イレギュラーなことですから。それよりニャル子。あなたも気づきましたか？エメさん、今私たちから距離を取りましたね。だって無形の落とし子が。なるほど、どういう因果か知りませんが、不幸中の幸いというやつですね。ちょっと、兄に近づいたら危ないですよ。何が危ないんですか？あれ？攻撃しない？あなたは適合体のようですね。ここまで近づいても攻撃しないなら、あなた自身が敵意を向けない限り危険性はないですよ。いろいろ確認したいことはありますが、今はここから脱出するのが先決でしょう。ほら、行きますよ。わかりました。